長コ小人ザメヘターシンのワズマーリーは、鎧ザメ科に属するサメの一種。長コ小人ザメ属は一絵型である。南半球の寒冷な外洋、深度500メートル以前から数個体の実が知られている。最大で37センチメートル、細い体と長いふん、暗化試食の体色を持つ。第一背びれは、胸びれの上部に位置する。IUCN は、 午前状況を軽度懸念としている。米国の動物学者、ヘンリー・ウィード・ファウラーによって、1934年の、プロシーディングス・オブ・ザ・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシズ・オブ・フィラデルフィアにおいて記載された。タイプ標本は、ダーバン沖で捕獲された13センチメートルのメスである。ファウラーは本種を、ヘター・シンネス属に禁煙だと考え、これにギリシャ語のオドスを付加して、俗名とした。 種商名マーリーは、南アフリカの魚類学の発展に貢献した、ハロルド・アルター・ベル・マーリーへの懸命である。本種と他の鎧ザメ類との関係は分かっていない。インド洋西部のクワズール・ナタール州、大西洋南東部のウォルビス海嶺付近、太平洋南東部のチリ沖で捕獲されている。これらの記録からは、ベンゲラ海流、ペルー海流などの寒流域や南極域を含む、 南半球に広く分布すると推測される。水深8 3 0 4 0 0 0メートルの外洋域の深度45から5 0 2メートルまでに生息する。知られている最大個体は3 7センチメートルのオスである。体は細く、中程度に側平たする。糞は長くて頭腸の半分程度を占め、先端は鈍く円錐形である。目は大きく、窓科幕を描く。 その後方には大きな噴水孔がある。鼻孔は長く斜めで非常に短い前尾弁がある。口は直線で薄く滑らかな唇がある。歯列は上あごで22、下あごで23。上あごは小さくて直立し、一本の細い先頭がある。下あごは大きくて幅広く、ナイフ状で左右の歯と噛み合って連続した切断面を形成する。 エラ列は5体で小さく、大きさはすべて同じである。背びれは2機で棘を描く。第一背びれは胸びれ基部の髪型より騎士する。第二背びれは第一よりわずかに大きいが、規定の長さは変わらない。腹気規定の中間から騎士する。胸びれは短くて、パドル状、尻びれはない。尾ひれは幅広く、下はよく発達し、乗用の先端には、 不解決国がある。川場は細かく、中央に稜線のあるくさび型で柄を持つ。体色は暗褐色で、ヒレの円には明瞭な黒色から明色に移り変わる帯がある。覆面は細かい発酵器に覆われる。生態はあまりわかっていないが、他の鎧ザメ類同様に海洋性魚類や、 無脊椎動物を食べ、無体盤性の体制で、産子数は少ないと予想される。タイプ標本の1 3トルの個体に、へその跡があったことからすると、出生時はこの程度の大きさだと推測される。オスは3 6ンチメートル、メスは3 3トルで、生成熟する。6個体のみが科学的に調査されている。小型で外洋性であるため、 ほとんどの漁業において漁獲されることはない。分布域が広いこと、人間活動の影響を受けていないと考えられることから IUCN は保全状況を軽度懸念としている。ありがとうございます。